皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中野です。今日も中野裕二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでね、この動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面にしてね、一語一句お読みください。どこか1箇所でも承諾できないというところがありましたら、あなたはこの動画の続きを見ることはできません。それでは行ってみましょう。LINE に登録してくださいね。そして感想をお寄せください。令和2年6月20日土曜日、草コイン新聞 FX 長野研究会。今日のね、千葉県松戸市は晴れてましたけれども、気温は多少低かったかなって感じですね。はい、でもやっぱりエアコンがないとね、暑くて過ごせません。夜はね、エアコンがなくてもね、ちょっと過ごせる感じになりましたね。だからちょっと涼しくなったかなって感じですけれども、まだまだね、油断はできません。で、私の方はね、ちょっとだいぶね、新しい仕事が入ってきてしまいまして、これはね、ちょっとだいぶ長く続くものですから、今までの通りね、毎晩 YouTube ライブっていうのがね、もうできなくなってしまいました。で、私はね、もともとは経営コンサルタントですからね、はい、経営コンサルタントを辞めたわけではないので、いろいろね、前から仕事はいっぱい入ってたんですけど、ここ2年ぐらいはね、ほとんど断ってたんですよ。もう大変なんでね、経営コンサルティングは。ただ今回のものについてはね、ちょっとやらなくちゃいけないのでね、世界中飛び回りながらね、ちょっとやることになりました。なのでまあ、年内いっぱいぐらいは、夜のライブがね、できないかもしれませんが、まあ、そうだね、夏ぐらいになったら少しやりたいなと思いますね。だから8月ぐらいかな。8月か9月ぐらいになったら、少しね、落ち着くと思うので、夜のライブをね、やりたいと思います。まあ、そういうことを思うとね、今までずっとライブやってきましたから、毎晩ね、今までが幸せだったってわかりますでしょまあ、見てない人はね、関係ないんですけれども、毎晩ね、僕の YouTube ライブ見てた人は、急にね、亡くなっちゃったっていうことで、今までがね、幸せだったんだなっていうのがわかるかと思います。まあ、私の方はね、毎晩、夜ね、時間を作って早く帰ってきてですね、家の仕事を終わらして、夜はね、ライブやるって決めてましたけれども、視聴者の方はね、参加しなかったりね、まあ、寝ちゃったとか寝落ちしたとか、飲みに行っちゃったとか、いろいろありましたでしょ。だから、やっぱりこう、ライブやる方とね、見る方っていうのはね、この緊張感が違うんですよ。緊張感がね、使命感が違うんだよね。だからちょっとまあ僕も疲れちゃったなっていうのもあるし、動画だったらね、寝落ちしても次の日見ればいいでしょ。で、僕もほら、夜やんなくちゃいけないとか、朝やんなくちゃいけないとか、それはないから、空いてる時間にね、こうやって、世界中どこにいてもですね、空いてる時間に動画を作ってアップロードすればいいのでね、非常にね、効率がいいのでね、まあ3ヶ月間ぐらいはちょっとライブができないかなと思いますけれども、皆さん我慢していただければと思いますよ。で、今日はですね、ちょっと前から言ってるんですけれども、FX についてのですね、まあ、まとめ動画を作りたいと思うんですね。で、まあ今コロナの影響でですね、まあ仕事がなくなっちゃったとかいう人もいると思うんですよね。まあそういう方はね、FX はおすすめですね。はい、簡単なんで、株なんかよりも銘柄選定とか必要ないし、株は非常にね、たくさんのお金がないと株は参加できないんですよね。レバレッジがあんまり効かないんでね、信用取引で 3.3 倍とかね、しかならないので、FX やった方がいいですね。FX はもう少ないお金で、まあ1万円とかね、5000円でも結構ですから、そこからたくさんのお金を稼ぎ出すことができる素晴らしい仕組みですからね。あと、病気がちで仕事ができない、外に出れないっていう方もですね、FX は家にいながらにしてね、パソコンとかスマホでできますからね、家にいながらとか、布団の中に入りながら、ベッドに入りながらでもできますから、そういう意味ではですね、お金を稼ぐってことはできるんですよね。YouTube 動画を作るっていうのもいいんですけど、なかなかね、YouTube でお金を稼ぐっていうのは時間かかっちゃうので、FX はね、本当にこう、周りの人に迷惑を、お金の面でね、迷惑をかけるっていう意味では、FX でお金を稼ぐことによって、恩返しができるのかなっていうものだと思います。それでですね、FX の道なんですけども、私の方でね、今日まとめました。で、今回まとめた資料ってすごくいいなと思ってまして、最近ね、私が、思ってたことを図にしました。まずですね、FX っていうのは何も考えずに裁量トレードをする人がほとんどなんですよ。これ 90% ぐらいの人そうかな。何も考えずに裁量トレードをやって、たまたま勝ったっていう、ね。で、やった、勝った、FX 儲かるって言って、たまたま勝つんだよね。でもほとんどは次に負けちゃうんですよ。で、大負けしてですね、寝袋に入ってね、もうダメです、死にそうです、私は貝になりますとかね、そうなっちゃうんだよね。だから、いくら、例えば、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月か、ね、勝ち続けたとしても、4ヶ月目に全部なくなっちゃったりするわけですよね。だから、何も考えずに裁量トレード。裁量トレードっていうのは思いつきトレードのことね。で、これはダメですよってことですね。で、次に、思いつきっていうか、裁量トレードっていうのは、手動トレードですね。自分の手で、マウスをクリックしながらトレードすることを裁量トレードっていうんですよね。何も考えずに裁量トレード。で、次に期待値計算を加味した裁量トレード。そうだね。システムトレードって呼んでもいいんだけど、ここで言うところでは、手でね、マウスをクリックすることを裁量トレードって呼びますね。で、これ、バルサラの破産確率表から編み出した3つのパラメータがあるんですよね。で、勝率だけを上げても、FX って勝てないですからね。勝率 100% ってのはありえないから。だから 99.999 万が一にも負けたら全部なくなっちゃうんだよね。それが FX なんですよ。だから勝率だけ上げてもしょうがないからね。お金増えないから。その他2つのパラメーターがあるんだよね。で、それの、ぴったりとね、バランスの取れたところ。いわゆるピラミッドでいうところの真ん中の王の間っていうところかな。あそこに、自分のトレードの焦点を合わせるわけですよね。そうすることによってのみお金って増えていくんですよ。他の場所は全部減っちゃうんだよね。で、それはね、数学の確率統計学を勉強しなくちゃいけなくて、ここはね、大学生レベルの数学のですね、高校、大学ぐらいのですね、大学の、1年生、2年生ぐらいのですね、数学の、基礎、知識が必要ですね。で、ここに行くか行かないかですね。何も考えずに裁量トレードをやってる人は、まずは数学の勉強しないとダメだね。数学の確率統計学の勉強をしてから、期待値計算の勉強をして、それでバルサラの破産確率表から、自分なりの期待値計算ルールっていうのを編み出さないとダメですね。で、ここに来る人は多分全体の10% ぐらいかな。1割ぐらいの人はここまで来ますね。で、もう10年も20年も何も考えずに裁量トレードやってですね、偶然に勝った、偶然に負けたっていう人いるんです。ほとんどですね、8割方ですね。で、次にですね、心理学っていうのがありまして、プロスペクト理論を克服するためのマインドフルネスを実践した裁量トレードっていうのがあって、これは長野研究会の方で、やってるやつなんですね。で、期待値計算っていうのは、長野研究会の方で、資料とか動画でもう全部教えてるんですよね。これ期待値計算ってのは1個しかないから、これはね。どこに焦点を当てて、FX やるからなんですよ。で、これは本当のピラミッドの王の間、そこしかないんですよね。FX でお金が増えていくっていうのは。他のところ、他のピラミッドのブロックに焦点を当ててトレードしても絶対にお金増えないんですよ。勝率だけ上げてもダメなんですよね。ただし、それが期待値計算が分かって、頭で分かってんだけど、体が言うこと聞かないんですよ。負けた時に頭に血が上ってカーってなっちゃって、レバレッジを高めてしまったりね、コールロットを張ってしまったりするわけですよね。それがプロスペクト理論ってやつなんですよね。で、これは、人間のですね、生まれながらの本能ですからね、プロスペクト理論は本能ですから、これを克服することは容易ではありません。で、これを克服するためにはマインドフルネスを実践してですね、心理学をこれ実践しないといけないんだよね。まあ、こっちの数学も実践しないといけないんだけど、マインドフルネスって言ってですね、これ、ヨガ、いわゆる、無我の境地ですね。悟りを開かなくちゃいけなくて、まあ、これを超えるのはほとんど無理ですね。で、こう分かってる人いるんですよ。で、長野研究会はこの数学も教えてるしね、心理学も教えてるんだけど、これを克服した人のみがお金を増やす、次のお金を増やすことができます。で、ここまででいいんだけど、本当はね、ここまででいいんですよ。ここまででお金はずっと増えていくんだよ。何億何十億ってね、増えていくんだけど、このプロスペクト理論を克服するためのマインドフルネスの実践ができない人がほとんどですね。これだって、そんできるわけないじゃんね。こんなの、お釈迦様とかさ、ね、イエス・キリストとかね、無理でしょ、そんな。悟りを開くなんて無理でしょ。だから、しょうがないから、で、これをやらなくちゃダメだよ。でもこれわかんない。数学わかんない人もいる。心理学はね、わかんない。まあわかったとしても実行できない人もいる。じゃあしょうがないからっつって、この情報処理の方で何も考えずに作成した自動売買ツールっていうことで、これいわゆる EA っていうやつですね。プログラミングなんですよね。で、これ、プログラムでですね、売ったり買ったりする FX のツールがあって、これは MT4 っていう、ソフトの上にですね、EA っていうですね、これ自動売買ツールのこと EA っていうんですけど、これを乗っけるとですね、自動で売買してくれるんですよね。これは、期待値計算法に基づいて、やってくれるやつですね。だから、マインドフルネスを実践して、悟りを開かなくても結構です。はい。なぜかというと、自動売買ツールっていうのは感情を持ってないのでね、頭に血が上ることもないので、悟りを開く必要もないわけ。最初から悟り開いてるから、自動売買ツールはね。だから、プロスペクト理論に左右されることないんですよ、EA っていうのはね。人間じゃないからね。だから、FX、まあ、株とか先物なんかもそうなんですけども、プログラムにやらせるのが一番いいって言われてるんですよね。相性がいいんですよね、金融っていうのはね。で、ただ何も考えずに作成した自動売買ツールは、勝てないですよね。お金なくなっちゃう。まあ何も考えずに裁量トレードと一緒ですから。うん、これバッテンだよね。これバッテンですよね。で、だから期待値計算を加味した自動売買ツール。これであれば、まあこれアルゴリズムっていう情報処理の中のアルゴリズムっていうのを作んなくちゃいけなくて、これを作るにはすごい大変ですよ。だって、まずは、その期待値計算を数学で勉強して、そして、裁量トレードで勝てるようにならないといけないからね。勝てるようにならないとアルゴリズム作れないから。だから、FX で勝てるようになるには、まあ、マインドフルネスを実践 しないといけないわけですけれども、まあ、大体5年ぐらいかかるかな、この辺でね。で、次にプログラムの勉強をして、で、プログラムが書けるようになる。で、これも1年か2年ぐらいかかっちゃうよね。6年か7年ぐらい。で、ここまで来ればですね、まあ、億トレーダーっていうふうにはなると思いますね。ただ、日本にもですね、株とか、まあ、FX、あと競馬とか競輪なんかもそうなんですけど、情報処理、自動売買ツールを用いたですね、投資をやってる人はね、何万人もいるんですよ。何十万人もね。YouTube にはいないですよ。YouTube 上は0人ですよ。まあ、何人かいると思いますけどね。ただ、自動売買ツールの作成をして、これについてですね、いろんなパラメーターについてうんちくを語ってる人はあんまりいないかもしれないね。まあ、探すといるんだけど、毎日やってる人はいないですね。で、最後にですね、究極のものはやっぱり人工知能を用いた EA つって自動ワイパーツールですね。まあ、アルゴリズムはアルゴリズムなんだけど、人工知能アルゴリズムっていうのはまたね、人間が作ったアルゴリズムと違うから、人工知能っていうですね、コンピューターが作ったアルゴリズムで常に進化するわけだよね。で、これ人工知能を用いた EA を作ると、もう毎日進化するから、もうどんなアルゴリズムになってるか分かんないわけですよね、人間にはね。もう全く分かんない風になってるわけですね。で、これはですね、ゴールドマン・サックスとか、JP モルカンとかね、ヘッジファンドがこの人工知能を用いた自動売買ツールを開発してやってますね。まあ、ただ間違えることも多いので、あんまりうまくいってない時もありますね。はい。だから、この、期待値計算っていうのもですね、実はパラメーターがいくつかあって、相場の状況に応じてですね、パラメーターの変更を多少なりともやっていかなくちゃいけなくてね、毎日のようにね。で、その変更するのは、変更するのもアルゴリズムで入れることはできるんだけども、やっぱり人工知能に任しちゃった方が本当にいいんですよね。だから、これはまあ100億円ぐらいかな。人工知能 EA ってね、100億円ぐらい稼げるものは作れると思うんだよね。これを普通の期待値計算を加味した自動売買するというのは、まあ、億単位ぐらいかなと思うんですけどね。10億単位ぐらいかなと思いますね。はい。ということでですね、皆さん FX とか株とかやってるかと思いますけれども、まあ自分はどこにいるのかなと。何も考えずにね、裁量トレードやってる3年も5年も10年もやってる人いると思うんですよ、20年とかね。まあ、道があってね、これ、FX とか株の道がありまして、ここにずっといるようだと、やっぱりお金は増えていかない。どうして私はね、10年間、20年間ずっと株とか FX、まあ、先物、指数、まあ、いろんなものでね、お金がなくなっていっちゃうのかなって言ったら、この道、このピラミッドの道をですね、まあ、初めて見た人多いと思いますけどね、ここで止まってるからだと思ってください。次に行くためには期待値計算を加味した裁量トレードが必要ですと。株も全部そうですよ。ギャンブル理論ですからね。で、これは数学ですよ、ギャンブル理論ね。数学の、まあ、高校生から大学1、2年生の一般教養課程の数学が必要ですね。数学の理論の、確率統計学すごい難しいですからね。これ、まあ、大学1年生ぐらいかな。1、2年生かな。で、次に心理学ですね。プロスペクト理論を克服するためのマインドフルネス。まあ、マインドフルネス自体の理解がすごい何年かかかっちゃうんだよね。で、それを実践するにはまた何年かかるから、まあ、全部で5年とか10年かかる。まあ、一生かかっても悟り開けない人も今いるからね。ちょっと難しいですよね。で、その次が何も考え、まあ、自動売買ツールの制作ですよね。情報処理の方で。まあ、僕もですね、まあ、三菱電機で、まあ、情報処理、まあ、プログラム開発は3年ぐらいやってましたかね。真剣にね。何回も死にそうになりましたけどね。バグが多くてね。バグがあった時ね。まあ、これは、ちょっと、まあ僕もね、もっと早く自動売買ツールの制作に入ればよかったなと思って、僕も今、やってますけれども、もっと早くね、作ればよかったなと思って反省してます。うん、まあただ、僕ね、そのプロスペクト理論を克服するためのマインドフルネスと期待値計算、バルサラの破産確指標から求めた期待値計算とマインドフルネスは教えてたので、これは裁量トレードでお金増えると思ってたんですよね。他の人もね、全員。そしたら増えないもんですから、あ、やっぱダメかなと思って、アルゴリズム、情報処理アルゴリズムの制作に、取り掛かった次第でございますと。で、まあ、とりあえずね、上から2段目のですね、期待値計算を加味した自動売買ツールの制作までは、僕の方で開発 やります。まあ、もう少しなんですけどね、やります。で、最後の人工知能を用いた、EA ですね、自動売買ツールについては、まあ、特別な人だけに、渡そうかなと思ってますね。で、ただこれハードウェアもいいのあった方がいいよね。スーパーコンピューターなんかでやると早いからね。まあ、ただ、まあいいと思います。そこまでやんなくてもね。そこまでやんなくても大丈夫だと思いますよ。はい。ということで、こんな感じですね。これがですね、FX の道ってやつですね。はい。だから道、FX の道は、まあこんな感じで続いてるって感じですね。これ道を示すっていうのは非常に大切であって、まあ何も考えずに裁量トレードでたくさんの本を読んで裁量トレードっていう人がほとんどでここで終わっちゃうんですよね。で、FX やって3ヶ月、半年ぐらいで、貯金がなくなって借金して借金返せなくなって、っていう人が多いんですよ。ですからほとんど株とか FX っていうのは常に新人の人が入っては出て入っては出てしてるんですよね。そういう中で、やっぱりお金なんかね、最初は使わないでデモトレードで結構ですから、この道をね、順調に歩むっていうことが必要になってきます。まあ、自分だけは大丈夫だからってね、何も勉強しなくたって、期待値計算勉強しなくたって、心理学勉強しなくたって、自分だけは勝てるんだと、運がいいんだ。で、勝ち逃げしちゃえばいいんだと、1億になってね。そういう人ばっかりなんですよ。そういうの無理だから、はい、ほとんど無理ですね。はい、それでは今日はね、この辺で終わりにさせていただきたいと思います。またね、明日か明後日かちょっとわかんないですけども、時間が空いたらですね、動画を作ってアップロードしたいと思います。それでは失礼いたします。